Hi, it's new me. おはようございます。ということで本日はですね、今から、美容室に行ってまいります。私美容室は月1ぐらいで通っているんですけど、まあ、1ヶ月ほど経って根元もちょっと伸びてきたりとか、色も若干落ちてきたりとかしたので、そろそろかなと思って予約をしました。ログ渋谷の翔吾さんっていう方にいつもやってもらってるんですが、そこに行って髪の毛を染めてもらいます。で、まあ最近私結構赤髪をずっと続けていて、誕生日のちょっと前ぐらいに赤にしたので、まあ、5ヶ月行ってないぐらい赤髪を続けていたのですが、ちょっと今日はイメチェンをしようと思います。赤髪をね、卒業します。結構長く赤髪続きました。想像以上にすごい気に入っていて、もう一回赤でもいいかなとか思ったんですが、ちょっとそろそろ変えようかなとも思いつつ、やっぱ赤って結構維持が大変で、その翔吾さんが言ってたのは、暖色系は根元は残りやすいんだけど、やっぱ毛先がすごく抜けやすくって、まあでもだいぶこう回数を重ねて赤を入れていたので、まあ、今でも赤っぽくは見えると思うんですけど、これでもやっぱりちょっとこの根元の方とは色の差があって、そう結構ねやっぱ維持が大変だなっていう風に思いました。で、逆に寒色系は毛先の方が残りやすいらしくて、そんなのもあるんだと思っていたんですが、今日は変えますよまあそこまでめっちゃ変化があるかどうかはまだ分かりませんが、ちょっと久しぶりのカラーチェンジということで楽しみです。で、まあせっかくだったらYouTube も回そうかなと思って動画を撮っております。私最近眉毛のねブリーチもし始めたじゃないですか。私いつも自分で自宅でブリーチをしていて、髪の毛にやるブリーチ剤を使うと結構やっぱ抜けやすいし、いいですよっていう風にいろんな方が教えてくださるんですけど、あれってみんなどうしてるんですか？ブリーチ剤って結構やっぱその髪の毛に使うってなったら、こんなさ眉毛のためだけに少量とかできるもんなのかな。私的にはもうその1回分、髪の毛に使う1回分全部やって、もうその後はもう使えないのかなとか思って、それだともったいないよなと思って、今はそう結構質問もらってたりしたんですけど、このねジョレン眉毛のブリーチしたいなと思って調べた時に、なんかこれが割とまあ成分的にも眉毛にも使えるぐらいの優しさでいいみたいな感じで書いてあったから、これを今使っているんですけど、やっぱり限界があるっていうか、これちょっと時間経ってるのであれなんですけど、あんまりなんかしっかりと抜けきらない感じの印象があって、あ、でそう一個余談というかなんですけど、私お風呂上がりにキュレルのなんか濡れたまま使えるボディクリームみたいな、なんか乳液っぽい質感のやつなんですけど、お風呂上がる前に、体拭く前にそれを塗るとすっごいもう保湿がされて肌がもうもちもちになるみたいなやつを使ってるんですよ。で、確かにそれめちゃくちゃ良くって、すごい肌保湿してくれてるなっていう風に感じてて、結構リピートをしているんですけど、一個ちょっと気づいたっていうか注意点があって、その肌に使う分にはやっぱりすごくいいんですけど、それが髪の毛とかについたりするとマジで髪の毛がギシギシになります。私それを使い始めて、まあ、最初の方は大丈夫だったんですけど、なんかわかんないけど、なんかちょっとしてから髪の毛がめちゃくちゃギシギシになり始めたんですよ。で、私あんまり髪の毛今までここまでひどくギシギシになったことがなくって、なんかなんで急にこんな風になっちゃったんだろうと思って、すっごい疑問で、それがで、なんか食生活とか関係してんのかなとか思って、なんか見直してみるけど、別にそんな今までとガラッと変えたわけでもないし、急にそんな髪質って変わるのかなと思いながら、原因も分からずずっとギシギシのまま、本当にその月1回の美容室が救いというか、もう命かけて行ってたんですけど結果的にそのキュレルのクリーム、ボディクリームが原因だったんです。で、なんかそのクリームって本当にもう塗った瞬間から結構もう膜を張るかのようにギュッと閉じ込めてくれるんですね。もうそれ以上その上からクリームとかはまあ確かに塗っても意味ありそうかなと思うんだけど、それこそオイルだったりとか、なんか化粧水とかそっち系塗ってもあんまり意味ないんじゃないかなぐらい
結構もう閉じ込めてくれる感じがするんですよ、個人的には。まあ意味あるかもしれないけど、もしかしてこれが髪の毛についてその上からいくらヘアオイルとかトリートメントオイルとか塗ったとしても浸透してないんじゃないかっていう風に思い始めて、今までは髪の毛を下ろした状態でそのクリーム塗ってたりとか、そのクリームがついた肌を拭いたタオルでそのまま髪の毛を拭いちゃったりとか、ついた手でそのまま触っちゃったりとかっていうことをしてたから、一回それやめてみようと思って、やめた瞬間にもう本当に全然髪の毛が変わったんです。クリームがやっぱり肌用だから髪の毛にはマジで合わないんだと思って、そっからすっごい気を使って塗るようにしてて、だから背中のこう髪の毛が降りるぐらいまでの高さまでは塗らなかったりとか、本当にそのぐらいちょっと気をつけないと一気に髪の毛がどん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 カッサカサにギシギシになっていっちゃうので、なんかまあもし使ってる方とか今から気になってちょっと使ってみようかなって思ってる方とか、ちょっと気をつけてくださいっていう注意喚起でした。だから最近ね、私ちょっとなんかクールトーンなメイクにハマってるんですよね。ちょっと血色感をあんまり出さないようなちょっとくすみ系のカラーだったりとかを使うのにハマっていて、今日もそんな感じでメイクしてます。あとは目頭のこのくの字にハイライトを入れるのにめっちゃハマってる。すごい盛れるのでおすすめ。あとね、最近私がすごいハマってるリップがあるんですけど、やっぱ目元がちょっとこういう感じでなんかクールトーンな感じの色を使っているので、リップもちょっとヌーディーめなものにハマっていまして、この2つが結構個人的には最近のヒット。まあ、前々から持ってはいたんですけど、なんか久しぶりに使ってみたらすごい可愛かったので、とても気に入っているリップで、1個目がスックのコンフォートリップフルイドグローの08番。これはねマジで可愛い。こんな感じでも結構がっつりベージュ系ですごい可愛いんですよ、ちょっとツヤのある感じで。でもう1個がこの MAC のパウダーキスリキッドリップカラーのフェロッシュっていうカラーなんですけど、これも見ただけでわかるじゃないですか、このなんていうの、血色感悪いみたいな。ちょっと大丈夫って心配になるぐらいの本当に血色感の出なさそうな色。これがこういう感じの色なんですけど、こっちの08番スックのリップよりもちょっと紫みがあるというか感じのカラーで、これもねめっちゃ可愛いんだよね。どっち使おうかな今日。まあ、でも髪色をね変えるからやっぱり今の自分の雰囲気とはその染めた後は変わると思うので、ちょっとリップは何色か持っていこうかなと思ってますが、とりあえずこっち塗る？ MAC のフェロッシュマジ可愛いんだよね。これこの前ストーリーにあげた時にも結構質問いただいたんですけど、本当に紫系のカラーで大丈夫みたいな唇の血色大丈夫みたいな感じになるんですけど、あえてのそのカラーを使うっていうのが個人的には好きでお気に入りのリップです。まあこれだけだとちょっとさすがになんか紫っぽすぎるなっていう方はなんか上からちょっとピンクみのあるやつとか重ねてあげたり、逆に中に仕込んだりとかしてもいいかなっていう風に思います。メイクアップはこんな感じで完成しました。コーディネート紹介しようかな、せっかくだから。まだ全然時間はあるのでコーディネート紹介していきます。はい、ということで本日のコーディネートはこんな感じです。じゃーん。まず今日はですねイエローの、タンクトップを着ております。レースがあしらわれているのと、あと胸元のところにローズがちょんってついていてめちゃくちゃ可愛いトップスに缶バッジをジャラジャラとつけました。アベマンの缶バッジと、あと韓国でゲットしてきた缶バッジをこんな感じでつけております。そしてデニムパンツが G スターのヴィンテージのパンツで D ポップで買いました。海外とかでよく使われている、まあ、メルカリ的なサイトなんですけど、そこでゲットしたパンツです。これがね結構なんか本当にちょっと前の平成っぽい感じのパンツというかで、本当ガッツリローライズで後ろもね可愛いんですけど、ちょっとサイズ感もう少し長かったらよかったんですけど、まあでもローにして結構ギリギリまで落として、本当に腰骨よりも下ぐらいまで落として履いて使ってます。でベルトはユニクロのやつで、シューズはこれメリッサとワイプロジェクトのコラボのクリアなサンダルミュールを履いております。そして皆さん、なんとですね
じゃじゃん、こちらのバッグ新入りでございます。YouTube でも多分紹介はしてると思うんですが、私が持ってるドットのバッグ、あのばあちゃんがね作ってくれたんですよ。ドットのバッグが欲しくって、でも欲しかったものが売り切れてしまって買えなくて、あ、そういえばおばあちゃんに言ったら作ってくれるかもと思って、おばあちゃんにいけるって言ったら、ちょっと頑張ってやってみるわって言って作ってもらったバッグがあるんですけど、それと、まあ、ちょっと改良しもしつつ、新しい生地でまたドットって感じですが、今回ちょっと前回よりもちっちゃめなドットのバッグを作ってもらいました。ちなみにこの生地は私がこっちで自分で実際に生地屋さん行って選んで、まあ、2つぐらい選んで持って行って作ってもらったんですけど、帰った時に渡したんですが、その時に取っ手の部分のリングのパーツ、これ実はセリアかなのカードリングみたいな、あの単語帳だったりとか、なんかそういうのを挟むリングあるじゃないですか。それなんですけど、これを探しに行った時に、ついでにじゃあなんか生地もちょっと見てみるとか言って、あの一緒に見に行って、もう一つめちゃくちゃ可愛い柄があって、ちょっと持ってこようか、全部。じゃじゃん、こちらでございます。そう、これがね、一緒に見に行った時に、これ可愛くないと思って、買った星柄の生地のバッグです。これめっちゃ可愛くない？本当に人と被らなさそうだし、すごいこのやっぱ星っていうのも結構今私気分でとても好きな柄なので、これも作ってもらいました。めっちゃ可愛くて超気に入り。全部同じ形なんですけど、もう一個はこのホワイトのドットのバッグ生地でも作ってもらいました。とあとこれね、新入りのバッグです。今日はこのブラックを使おうかなと思います。さはなちゃんもつけていこうかな、どうしようかな、まあ、ちょっとこれは悩みます。ということでこんな感じです。本日はそれではまだちょっと時間ありますが、時間になったら向かいたいと思います。お願いします。黒って どのレベルの黒ですか？しおぐさんです。まあしょーい。あんま言わないかな。挨拶が真っ黒。いや、真っ黒。いいっすね。しようかな。戻せる黒にしましょうか。そうですね。でも、あの、ほんと真っ黒にできるんですけど、なんか、ブリーチとかしたい時あったら、はい、すぐに戻せる黒あるので。あ、そうなの？あの、なんかちょっと新しいやつやで。へぇ。戻すときはすぐ戻せるんですけど、でも、受け止めたらまずずっと黒。あ、落ちづらいんですか？全然落ちない。すごい。ちょっと赤強いから、うん、もしかしたらちょっと出てくるかもしれないですけど、でもそれでも、超なの。え、それがいいね、うん、やりましょう。長さは切る？いや、切らない。なんか、はい、OK です。やりましょう、やりましょう。お願いします。切ってたか。焼けた？怖い。焼けたよね。韓国焼け？いや、奄美かな。奄美だっけ。奄美さん。へぇ、奄美大島。はい。へぇ、旅行っすか。こっからもうなんかどんどん。ね、なんか黒いな。木刀その色にするか。え？木刀その色にするか。木刀その色？その色。黒。あ、黒じゃないけど。ちょっと違う。地毛ですか？地毛。染めないんですか？え、染めたことある？ある。何色ですか？なんか中途半端なのやってもらったことないと思う。白っぽい。あ、そういうことですか。すごいチャラそうに見えます。確かに。確かに。いや、この空ね。そう、これでやったらね、ちょっとね、渋谷の美容師みたいになっちゃうから。なんで急に黒くしよう。なんか、もう5ヶ月ぐらいやってるじゃないですか、赤く。なかなかね。結構続けて。しばらく長かったで、なんかオレンジとかもいいなって思ったんですけど、あれかなって。あ、気にするんだ。いや、気にしないんですけど、なんかなんだろう、ちょっと落ち着きたい気分。ああ、そういうことで。一緒にやらせていただきます。お願いします。パーティーやらせていただきます。お願いします。しゅなさんと同じですね。いつやそのワールドのやり方しました。ああ覚えててくれたんですね。やりました。なんか新しい気持ちになりました。あまり光を浴びてない子たちを。そうそうそう。もうすごくないですか、そう思うと。なんかこんなとこまでいるんだとか、
思いません思いましたよ。こんなところまで結構見上げれるところまでいますよね。いますよね。いますよ。かわいそうみたいな感じ。じゃあ来月行くんですよ。いやそうか。もう来週とか。どっち行くんですか。ランドです。ああ、じゃあまたやるんですか。いやスマイルド乗るかな。めっちゃ空いてたんですよ。だからしいですよね、今。めっちゃ空いてて。暑いからみんな行かないの。カシーに流れてるから。新しいとこ。でも、シーク人ってみんな多分そこ行くじゃないですか。はい、他のアトラクションとかめっちゃ空いてそうですよ。あ、でもこの前チラって待ち時間見たら、その手は30分でした。やばくないですか。めっちゃ空いてる。5回くらい連続で待っちゃうと。脳みそがどうかな。多分置いてかれてます、ね。後から浮いちゃいけない。一回富士急のなんだっけ、富士山でしたっけ、あの、座席も回転して。A じゃないか。あ、A じゃないか。乗った時にマジでもう、脳みそ揺れましたもん、本当に。A じゃないかはやばいですよね。あれ、自分がどの方向にいるか分かんないですか。富士山丸。だってチキって名乗らなかったの。え、富士山は何があれなんでしたっけ。え、何です、富士山は長いやつ。長さが長いの。長い。富士山は乗ったことないの。じゃあ最初変わって任せて。はい、不況だと思う。あれ。あれ？不況だと思う。好評ですよ。好評で太いな。絶対好評だと思うなこれ。本当ですか？うん。嬉しい。コメント欄もちょっと見える。めっちゃいい。めっちゃいいですね。どうですか黒？いや、いいです、ね。いいですよね。視聴者の皆様はどうでしょう。でも今年の夏は。あの、暗くする人多いですね。あ、そうなんですか。洋服好きな人は暗くしてます。へぇ、何ですか。それから天の邪気が多いのか。あ、明るくしがちだから。みんなするかな。そんなに変わんないかなと思って。結構、いや、結構変わりますよね。変わります。結構変わる。伸びてます。え、伸びてる、伸びてる、全然伸びてる。なんか一生この長さなのに自分ではそうやって感じちゃう。だからね、この長さになるとね、目安がつけにくいから。鎖骨だったら鎖骨でつけられるけど、今の長さってこう目安がつけにくいからね。伸びてるのか分かんない。伸びてるか。え、どう、伸びた感じしません？え、分かんないです。自分じゃ伸びましたかね。いや、伸びてる伸びてる伸びてる。ありがとうございます。お、こちらこそ。え、久々にイメージじゃないですか。イメージだいぶ久々に。おー、で、眉毛いいっすね。似合います。似合う似合う似合う。なんかおしゃれ番長。番長。あ、おしゃれ番長。一瞬これでいこうか。え、いいと思う。なんかでも前も言いましたよね、私たち。なんて？え、この今印象ないじゃないですか、眉毛。眉毛の印象がない。印象がないじゃないですか。ああ。こっからまた元に戻せるかなっていう。あ、眉毛を。すっごい濃く感じそうじゃないですか、この人。めっちゃ濃く感じ。マジか。だから昔シーンとか見てたもん。濃すぎてなんか違和感。うん、確かに取っちゃおうかな、もう。中に全然。なんかもう僕の目慣れちゃったもん。でも私もう慣れました。でも、もう慣れた。どのぐらいのペースで、めっちゃ頻繁にやんないといけないじゃないですか。え、どのぐらいやってるんですか。月にとか。でもそのぐらいはやってる。すぐ生えてくる。あ、黒生えてくるから。ありがとうございます。はい、ということでこんな感じになりました。じゃーん。ちょっと久しぶりのブラック、真っ黒にしてもらいました。どうですか、どうですか。
本当はあのオレンジとかもいいなっていう風に思っていたんですけど、ちょっとなんか色がはっきりしすぎて派手になっちゃうかなと思って、まあそれもそれでもちろん可愛いとは思うんですが、まあそれはまたいつかやるとして、今回はちょっとイメチェンで落ち着いた感じでブラックにしました。めっちゃ気に入ってる。またこの黒髪がいつまで続くかはちょっと私自身も全然わからないんですけど、まあ、夏の間は多分黒でいるかなっていう風に思ってます、個人的には。でこのカラーなんですけど、戻したい時は結構すぐちゃんと戻ってくれるよっていう風に言っていたので、結構黒いけど、また変えたくなったら全然変えやすいカラー剤なんだよねって言ってて、だからまあ次はもしかしたらもうドキンパツになってるかもしれないですが、この黒髪を楽しもうと思います。ぜひみんなもしょうごさんにお願いしてみてください。すごいあのこだわりがすごくて、とっても丁寧なので、で優しいので、ぜひです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。